現在開催中の KKB 子ども博、体験型のデジタルアトラクションや昔懐かしい縁日コーナーなどがあり、たくさんの家族連れでにぎわっています。子ども博の期間中、会場となる山形屋では館内の飲食店と KKB の番組がコラボレーションした特別メニューを味わうことができるんです。山形屋2号館の5階にやってきました。こちらで土曜日の朝の情報番組プラナビとコラボしたメニューが食べられるお店があります。それが喫茶テラスチェルシーです。25年以上の歴史がある喫茶テラスチェルシー。サンドイッチなどの軽食やアイスクリームなどのデザートが楽しめるカジュアルなお店です。今回プラナビとコラボしたメニューですが、どのようなこうコンセプトを持ってメニュー作られたんでしょうか。はい、KKB 子ども博ということで、まあ、お子様が主役で、お子様はもちろんなんですけど、やっぱりその親御様、そのお父様のお父様、おじい様、おばあ様ですね、こちらまで皆様がもうみんなが美味しいと楽しんでお召し上がりいただける、これをコンセプトに考えさせていただきました。コラボメニューはレストランルドームの鹿島料理長とともに考案しました。お待たせいたしました、プラナビパフェでございます。はい、これが、はい、コラボしたパフェですね。そうです。わー、美味しそう。見た目も本当に豪華で、どうしてパフェを選ばれたんでしょうか。プラナビさんからの、リクエストで、このプラナビっていう頭文字プラナビで食材を使っていただいてスイーツを作ってほしいと。まずプーはもうそうじゃない、プリンですね、はい、でラがラズベリー、キイチゴで、そちらのシャーベットがあるかと思います。ナ、ナッツで、ビの方がビスケットでございまして、このプラナビオリジナルビスケット、本当に華やかに夏らしく爽やかな味わいに仕上がってます。このプラナビのプのプリンからいただきます。プリンの甘さが本当に程よくって、なんだかこう懐かしい甘さというか、昔ながらの味わいを目指したプリンは、今回のコラボメニューのためルドームのパティシエが作りました。こだわったところが食感の滑らかさで、程よい甘み、そしてこのカラメルのほろ苦さ、昔誰しもがこの味だったよねっていうプリンをもう一回作ろうよっていうことで作りまして、続いてはラズベリーのシャーベット、果肉入りのラズベリーソースもかかっています。すごく酸味がしっかりとあって、こうシャーベットの中に甘さもあるので、すごく酸っぱいっていう感じではなく、こう爽やか、キイチゴ自体の本来の味わいをですね、しっかりとそのシャーベットに乗せて提供させていただいております。器の中にはハイビスカスのゼリー、桃やマンゴーなどのフルーツがたっぷり、最後までさまざまな味を楽しめます。大人でも子供でも絶対に喜びますね。はい、ありがとうございます。間違いなく、美味しいです。自信作ですので。続いてのコラボメニューはボリュームたっぷりのワンプレートランチ。ハンバーグやオムライス、唐揚げなど大人も子供も大好きなメニューをまとめた贅沢な一皿です。このワンプレートランチにはメニューを考案した料理長の思いが込められています。シェフがですね、小さい頃に山形に親御さんに連れてきてもらって食べた時のハンバーグの味、オムライスの味、その味を自分の味覚の記憶を頼りに再現した。まずは料理長の思い出の味を再現したハンバーグから。切った時も柔らかかったんですけど、お肉がすっごいジューシーでした。このソースがまたいいですね。こう懐かしい味がします。オムライスはケチャップライスにこだわりました。単なるそのケチャップライスではなくして、そのピーマンであったり、ウインナーであったりっていうのは、その絶妙なバランス でそのトマトの酸味ですよね、これがうまくいけるように仕上げさせていただいてます。今回パフェとワンプレートランチ2品食べさせていただきましたけど、
まず見た目でも楽しいし、これをまた家族でお子さんとかおじいちゃんおばあちゃんと一緒に食べるのもいいですよね。美味しいものを食べた時、会話が弾むんですね。皆さんに元気になっていただければなという、これがもう本当に私どもの思いでございます。子ども博のイベントで遊んで、その後にここに来て食べて、それをまたこう夏の思い出にしてもらえたらいいですよね。そうですね、もう本当にそうあっていただけるようにですね、私どもとしても一生懸命取り組んでいきたいというふうに考えております。なお、このプラナビとコラボしたメニューは KKB 子ども博のチケットの半券を見せるとサービスがあります。プラナビパフェを注文した方は80円引き、そしてワンプレートランチを注文した方には食後のアイスクリームがついてきます。子ども博の会場で遊んだ後にぜひ味わってみてください。では場所です。お店の場所は山形屋2号館の5階です。営業時間は午前11時からで、午後5時オーダーストップです。 KKB 子ども博は今月22日まで万全のコロナ感染対策をしてお待ちしています。